はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑博です。今回はディープ108、北岡悟 vs 上迫博人のライト級の試合です。北岡選手は勝ちに恵まれておらず、ここで勝利をもぎ取りたい試合となります。北岡選手はタックル狙い、上迫選手はスイッチしながら打撃を当てていきたい展開です。まずプレッシャーをかける北岡選手、サークリングする上迫選手です。遠い間合いからインローやミドルの蹴り合いが行われます。ただ上迫選手はタックルを取られたくないので手数の少ない展開、北岡選手も打撃を当てられたくないので手数が少ない、2人の見合う展開が増えました。そしてハーフタイムが過ぎたところにようやくタックルに行く北岡選手、そのままタックルでテイクダウン成功するものをすぐに立たれてしまいます。その中で組になり動きがなくなりブレイクになりました。またまた手数が少ない展開が増え、残り1分、そこからミドルやローを蹴っていく展開です。1ラウンド非常にお互い手数が少なく、タックルに行きたい北岡選手、打撃で攻めたいもののタックルに警戒して積極的になれない上坂選手、微妙なラウンドですがテイクダウンを取った北岡選手のラウンドだと思います。非常におじさん同士の手数の少ないしょうもない1ラウンドでした。次2ラウンド、プレッシャーをかける北岡選手、サークリングする上坂選手、ここで北岡選手が勝負にでタックルのフェイントからの右フックを当てます。そしてテイクダウンに行き、少し成功しかけたのですがまた立たれてしまいます。そしてまたお互い手数が少ない状態になり、今度北岡選手がタックルと見せかけての左ボディからの右フックを当てます。そしてタックルに行って組みつきます。そしてまた組も展開が少なくブレイクになってしまいます。前半は北岡選手が攻め、後半は上迫選手が右フックからの三日月など右のミダル、右の三日月を当てていく展開です。2ラウンドは微妙、前半は北岡選手、後半は上迫選手の展開です。ただベテランらしく手数が少ない展開でした。そして3ラウンドです。3ラウンド初っ端から猪木あり状態になりますが、攻めない上迫選手です。プレッシャーをかける北岡選手、サークリングしながらミドルを打つ上迫選手、北岡選手はパンチからのタックルに行きますが防がれてしまいます。そして右ミドル狙いの上迫選手、プレッシャーをかける北岡選手で両方とも手数が非常に少ない展開です。ただ若干右ミドルを打っている上迫選手が上回った展開で、おそらく2人とも自分が判定で勝っていると思い流す展開でした。ムエタイの5ラウンドのような流す展開で3ラウンド試合が終わってしまいました。ジャッジも我2対1で微妙に上坂選手は勝ったようです。ただどちらが勝ってもしょうもない試合ということは変わらない、どうでもいい試合でした。どちらか一方がやはりリスクを取って攻めるべきだと思います。以上となります。塩チャンネルは小木チャンネルだけで十分です。さよなら、さよなら、さよなら。